はい、どうも、マシマです。こんばんは。どうも皆さん、お久しぶりです。あ、ちょっと待った、なんか自分のアバター見てね、見てないやつちょっと喋るようにします。はい、口動いてっかな。はい、どうも皆さん、こんばんはです。こんばんはです、マシマです。いや、ありがとうございます。おかげさまでね、エデンズゼロ200話ということで、いや、こんなにね長く続いたのは本当に、皆さんのおかげだと思っております。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんはです。はじめまして。あ、こんばんはです。あのね、ちょっと部屋の掃除してマイクの位置変えたんですよ。聞こえてますよね？大丈夫ですよね？ちょっとだけねマイクの位置変えたんでどうかなと思ってるんですけど、マガジン買ったよって、 ありがとうございます。はい、聞こえてます。はい、よかったです。本当に毎週楽しみです。ああ、嬉しい、ありがとうございます。もう200話って早いなねえ、確かにね、あっという間だったね。うん、音量など問題ありませんはい、ありがとうございます。はい、というわけで早速ね今日もやっていくんですけども、ね、いつも通りね、あれ、僕のね、今回はエデンズゼロの今まで描いた絵のベストセレクション的なやつをね発表したいなと思っております。はい、ちょっと待ってて、どこだっけ、これ、はい、ベスト10ではないんだけど、まあ全部で何枚あるだろう、11枚あります。さあ、今まで僕が描いたエデンズゼロのイラストの自分で気に入ってるやつね、紹介していこうと思います。まずはこちら。はい、こちらはですね、32話、本編32話の扉ページでございます。これなんかみんなでねゲームやってるところ、未来のなんかゲームやってるところみたいな感じなんですけど、あ、スパチャありがとうございます。海外の方かな、センキュースパチャ、センキュー。はい、ね、みんなでゲームやってるところって、オリジナルのなんかゲーム機なんですけど、まあ、若干ねスイッチをモデルにしてるところはあるんだけど、こんな感じでさ、なんか立体物が出てきて戦わせるみたいなゲームあったら楽しそうだよね。はい、じゃあ続いてはこちら。はい、これねサムネイルを使ってるんですけども、これは70話の扉ページで、これめちゃくちゃ気に入ってるんすよ。うん、なんか書くのに時間もかかったしね、めちゃくちゃ気に入っております。特にねこいつ、右下にいるワイズっていうキャラクターの銃、頑張って書いたの覚えてるな。うん、かっこいい、ありがとう。はい、続いてはこちら。はい、これはエデンズゼロ112話の扉ページね、ディフォルメされたキャラをめちゃくちゃいっぱい描いた、これでもかってぐらい描いたキャラ、扉ページなんですけど、これねフェアリーの時も一回同じようなことやってるんですよ。こういうミニキャラをブワーってねいっぱい描くみたいな。フェアリーでやった時よりはまだキャラ数が少ないんでまだマシだったかなフェアリーでやった時はね、もっとキャラ数いっぱいいたんでね、もっとやばかったです。はい、で続いてはどれかな、これかな、はい、こちらです。これはね単行本の何巻だっけ、13巻の表紙。いやー、なんか華やかでいいかなとね思っております。これちょっとね後ろの背景白いんですよ。白いのこれなぜかっていうと、ちょっとね特光入れたら飛ばしちゃってですね、本当は色乗ってたんだけどちょっとミスで飛ばしちゃったんだけど、それ気づかずそのままやっちゃいました。かわいい、好きだーってこれ綺麗ですよね。そうそう、いつもとちょっとね違った感じの光の入れ方とかもしててね気に入ってます。はい、続いてはこちら。これね
落書きです。あの普段ツイッターに上げてる落書き、結構初期の頃の落書きなんですけどなんかねエロいってよく言われますそんなつもり全くなかったんだけど、まあ言われてみたらそうかもな申し訳ない、そんなつもりは全くなかったんですけどね、初期の頃の落書きです。はい、そして続いてはこちら。はい、これも落書きかな。ジャスティスとエルシーの落書きね。この2人のキャラ関係性、今後ねどうなっていくのか、ちょっと楽しみにしててほしいなと思います。はい、じゃあ続いてはこちら。はい、残暑見舞い、去年のですね。今年はまだちょっと早いよね、残暑っていうにはね。去年の残暑ね、いいね、やっぱ水着キャラはいいねはい、続いてはこちら。またまた水着キャラなんですけどはい、これはねマガジンのグラビアだったかな、マガジンでなんかグラビアみたいな企画があって、その企画で書いた志向生とピーノなんですけど、これねみんなすごく可愛く描けてる気がするんだけど、特にピーノがめちゃくちゃ可愛く描けてる気がしてですね、何食ってんだって話なんだけどこいつ何食ってんだよって、ハートのなんか食ってんだけどピーノ可愛いね、ピーノ可愛い、ありがとうございます。ハーミット可愛い、これね左上のバルキリーだけね目を閉じてるところがまたね味噌だったりしますんで好きなイラスト。先生ピーのお気に入りですよね。そうなんです、ピーのお気に入りなんですはい、で続いてのイラストが、こちら。あ、これだ、こちらです。はい、これもツイッターの落書きです。はい、さっきも言ったようにね、僕のお気に入りのピーノが七夕にお願いをしている絵です。はい、なんてお願いしてるかというとですね、はい、スパロボに出れますようにと一応こいつロボットだからね、スパロボにワンチャン出れるんじゃないかなってダメかなね、スパロボ出れたら嬉しいよねこいつ参戦したらめっちゃ面白くないですか。はい、で続いてが、こちらかな、こちらでした、こちらです。はい、これはウィッチのイラストですね。まあこれはねまだちょっと読んでない人もいるかもしれないんですけども、本編でウィッチがまあね活躍というのか、まあいろいろあった回にね、表紙とか扉ページ飾った回ですはい、これポスター欲しすぎた、え、ポスターあるのかなこれわからないけどうん、ウィッチねいいキャラなんですよみんな泣いてるアイコンが涙が出てくる、まあねそういうお話だったので、はい、はい、続いて最後です、こちら。はい、こちらね結構最近の178話の、四季の扉ページ、これすんげえ気に入ってんすよ、パパッと書いた割には。いや、めっちゃくちゃパパッて書いてる。背景とかもよく見たら超適当だしね、今見たら。あれ？こんな適当だったっけ？いや、違うわ、これ、で、あれ？これ完成前のやつだわ。あれ？これ完成前のやつだ。ごめんごめん。あれ？完成したやつどこ行ったっけな？いや、探すのめんどくさいから。これ完成前です。背景入れる前でした。すいません。これね、背景こんな感じで入れようと思って、ラフで書いたやつを、今ちょっと乗っけちゃいました。すいません。これ完成稿じゃないです。ここから、そうね。これレアなやつ。まさかの。そうですね。はい。真島先生、あ、スパチャありがとうございます。エデンズのクリスとラビリア書いてください。はい。待っててね。後で書きます。今回ね、まあ、一応エデンズ特集ってことなんですけど、いつも通り、あの、レイブとかフェアリーテールの落書きもしていこうと思うので、はい、ガシガシ書いていきますよ、この後でね。はい、というわけで僕のね好きなというか僕の気に入ってるイラスト紹介でした。ピーノスパロボ出れねえかな
ワンチャンスパロボ出れねえかな。というわけでね、やっていこうと思います。さて今週もやっていきますよ。よいしょ。先ほど依頼があった、あ、そう、ちょっとマイクの位置変えたんでね、いつもと違う方向くと若干声があれなんですけど、ラビリアとクリスって誰だっけあれクリスって誰だっけ、クリス、あ、ジンか入っていきます。あ、今日ね、ほんと結構ノープランなんですよ。いつもみたいになんかあんまり用意してな、準備してなくて、かなりノープランなんですけど、夏の日みたいにね、1万円用意しとけばよかったんだけど、かなりノープランで始めちゃいました。まあいっか、たまにはたまにはノープランでもいいかな。あとね、ちょっと僕この落書き、いつもなんかなんだろうな、適当に書きすぎかなって思ってて、ちょっとスピードを意識するあまり適当に書きすぎかなと思ってるんで、ちょっとだけ丁寧に書こうかなとかも思ってんだけど、どうかな、あの素早くパパパって書いてたくさん書いた方が楽しいのかな、ちょっとその辺も分かんないんですけどね。ラビリア眉毛太くねえよなこういうとこ忘れてんですよね。あ、ごめん、またいつもの癖で回してる。ラビリア、結構最近のラビリアでいいかな。こいつね、なんか よくわからないパーツがついてるんですけど謎のこう宙に浮くサイドテールこんなものがついてます。はい、そしてジン、クリスクリスって名前忘れてたわ、完全に。しかもなんか顔でかく描いちゃったし、ちゃんと映ってる、映ってるか。こいつもちょっと最近のやつでいいかな。途中でね、エデンズ全員デザインがガラッと変わったんで、ちょっと昔のデザイン覚えてないやつとかいるんだよね。200話目読んでくれた人いますかね。まあいるとは思うんだけど、そりゃうん、いや結構びっくりする内容だったんじゃないかなと思うんでね、まだ読んでないって人はぜひ読んでほしいんですけど、こっからねこっからさらにね、えぐい展開になっていくんでいやー、どうしたんだろうね、僕はね、なんか気づいたらなんかダークファンタジーみたいなの書いてましたこっからかなりえぐい展開になっていくんで、ちょっとね覚悟してほしいんだけど、まあでもね、とは言っても僕なんでとは言っても僕なんでね、まあ最後にはね、どうせって感じはあるかもしれないけど、うん、ご都合主義でね、ウェーイってなるかもしれんけどいや、ご都合主義なんか上等だと思ってるからね、うん、もう読者が楽しんでくれればそれでいいと思ってるんでね。はい、またちょっとでかく書いちゃったな、ちょっと待って、ちょっとでかく書いちゃったんで少しちっちゃくして、ちょっとこいつがでけんだよ。はい、次何書こっかな。ハーミット書いてください。はい、ハーミット書きます。ハーミットねハーミットね、いやこいつもいいキャラなんですよ、いいキャラなんですけどね。はい、
あ、なんでこんな角度で書いたんやろ、ちょっとなんか謎の角度で書いちゃった。まあいいや。ハーミットね、実際ちょっと色塗らないと誰かわからない説まであるからな。色塗ったら塗ったでさ、ちょっと初音さんっぽくなっちゃうんだけどさ、これ失敗したよね、ほんと。こんなに似ると思わなかったんよ。だからこそね、ちょっと途中でツインテールからお酒に変えたんだけど、あまりにもちょっと似てるなと思ったんでね、全然似せるつもりはなかったんだけどさ、ついついちょっと似ちゃったんでね、よくねえなと思って。ちょっと待って、こんな感じでしょ。こいつもちょっとあれだね、最近のデザインでやろうかな。ちょっと髪の毛のボリュームが足りなかったっす。最近お下げなんですよね。こんな感じ。ちょっとね、こいつはね、さすがにね、若干色つけなきゃ誰かわからん。軽くだけどね、軽く色つけていきますよ。髪の毛の色が、薄い水色、薄い水色。もうちょっと青いかな。ちょっとこの辺の色はね、ちょっとめんどくさいから塗らないけど、ほっぺたぐらい塗っとこうか。おっと、はい、ハーミットさんです。さあ次何描こう。いい、何描こうかな。ムキムキ、ムキムキのグリフお願いします。何言ってんだ、またよくわかんねえの来たぞ。ムキムキなグリフってなんだよ。わけわかんねえよ、そんな。なんだよ、ムキムキのグリフって。あれか、またグリフガチ勢の陰謀か、これ。しゃあねえなあ、ほんとに。どんだけグリフ好きなんだよ。こいつ、ムキムキにするとこないじゃん。てか。てか。なんだよ。怖いよ。あれ、なんかこういうポケモンいなかったっけ、岩のやつ。なんか岩のやつでこういうやついなかったっけ。名前出てこないや。ゴロン、ゴロン、ゴロンじゃない、なんだっけ。なんだこれ、グリフガチ勢の陰謀でこんなん書くはめになったぜ。ほらやばいねこれ。ちょっとお前、しかもでかく描きすぎなんよ。お前ちっちゃくていいんだよ。お前はちっちゃくていいんだ。端っこの方にいろ。端っこの方でおとなしくしてなさい。はーい。あ、スパチャありがとうございます。ディープブリザードさん。ありがとうございます。200はすごい、おめでたい。うわ、嬉しい、ありがとうございます。ディープブリザードさんですよ、皆さん。最果ての魔王のね、僕ね、この方のチャンネルいつも参考にお絵描きしておりますんで、皆さんもぜひね、参考にしてみてください。絵を描いてる人とかはね、すごい参考になると思うんで、ぜひ参考にしてみてください。うわ、本当ありがとうございます。いつかは、ゼロスウルフさん、ゼロスウルフさん、はい、いつか私のツイッターに書いたメッセージを読んでください。そして四季と夏の飲み会を書いてください。はい、四季と夏の飲み会。あいつら飲み会どうなんだろうな。一応未成年扱いなんかもしれんけどな。おいおい、なんでもうでかくなったんだよ。お前なんででかくなった。おお、ちょっと待ってくれ、
ミスったわ。ちょっと操作ミスででかくなったわ。お前さ、ちょっと、はい、この辺に行ってください。ね。君はこういう、これぐらいの扱いがいいんですよ。はい。夏と四季の飲み会。飲み会ってなんだろうね。翻訳ミスかな。わからんけど。まあなんか四季と夏がなんか飲んでるところ書こっか。ね。四季と夏が飲んでるところ。宅飲みしてるところ。何飲んでんだろう。あ、ちょっと待って、ちっちゃいかな。ちょっと大きめにして書こうか。どれぐらいのサイズがいいかな。これぐらいで書こうか。ちょっとあまり大きくしすぎるとな、あれなんだよな。僕がちょっと書きづらいってところはあるんだけど。うわ、夏書くの早っ。書き慣れてる感半端ねえ。そう、最近そういえばあれだ、なんかね、もうなんだっけ、僕のツイッターの、スペースを介してなんですけど、あの妖怪のお友達がいてですね。はい。で、なんか森川先生にね、あの初めの一歩の森川先生に、なんかファンタジー漫画描いてると妖怪のお友達できるんだみたいなことね、なんかつぶやかれてたんですけど、ね、これディープブリザードさんは今度魔王のお友達になるのかな。まだちょっとお友達っていうにはあれかもしれないですけど、ね、妖怪と魔王のお友達ができました。これがファンタジー漫画描いてるおかげでしょうか。あ。そうね、そんな感じでどん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 お友達を増やしていきたい。夏は多分こんなんでいいだろう。なんか火が出てる、なんかよくわからんドリンクで。で、四季も書こう。四季も書こう。四季も多分書き慣れてるもんだよ、きっと。夏と一緒に描くときはあれだね、幼い感じの式の方がいいかな、バランスと取るためにね。同じ顔、まあ、でも若干違うんやけどな、同じ顔っぽいよな。式髪の毛ベタだからさ、すげえなんか楽なんよね、描くときも。縁だけ描いてさ、ベタって塗るだけだからすげえ楽。ほら。めっちゃ楽。こいつは 何を飲んでんのかな。こいつ何飲んでんだろう。ちょっとしっかり書くって言ったば、ね、手間あればっかしなのにまた雑に書いてるわ。なんかスピード上げなきゃと思ってまた雑に書いちゃってるわ。まあちょっと何飲んでるかはご想像にお任せという感じで。はい、なんかよくわからんけど。なんかよくわからんけど2人が飲んでるって。しかもなんかすげえめっちゃずれてるし、全然ずれてるし。これにしとこう。よし、次はちょっとでけえな、またもや。さて次何書こうかな。何書こう。ちょっと待って、はいはいはい、ウィンクしてるホムラお願いします。はい、ウィンクしてるホムラ書くよ。何で書こう。筆ペンで書こう。ウィンクしてるホムラ、なんかまたでかく書いちゃってる気がする。まあいいや。あれ、ウィンクってどっちで済んだったっけ。どっちでもいいんだとは思うけど、なんだっけ、向いてる方かな、奥の目だったっけな、向いてる方かな、どっちだ。
どっちだ手前側かな、右向き、右向き、どっち、どっちの目でウィンクするもんだろう。こっちにカメラに近い方でウィンクするのかな。カメラに近い方にしとこうか。っていうかなんか描いたことあるかな、ホムラのウィンクしてる絵って。ないかもね。本編でこんな表情あまりしないもんね、きっとね。うん、多分あれ描いたことあるっけ。ないような気がする。いやこんなキャラじゃないっしょまあいっか。そうそう、それで思い出した。この間ね、あの単行本の修正してくれって光悦から言われたんですよ。光悦って知ってます？単行本作るときにね、あの誤字ありますよとか、なんかこのここのなんか書き忘れてますよとか、そういうのチェックしてくれる部署なんですけど、昔なんか光悦ガールっていうなんかドラマあったよね。それ見たことある人ならちょっと分かりやすいかもしれないんですけど、まあ、とにかくね、そういうなんかいろんなものをチェックしてくれる部署があるんですよ。よく言われるのが、式の絆創膏貼ってないですとかね。でこの間さ、ホムラのほくろないですって言われてうん、まあもう修正するんだけど、ホムラのほくろないですって言われてさ、これたった1ドットなんだけど、ほぼね、ほぼ1ドットとか1ピクセルなんだけどさ修正すんのめんどくせえなーってね、デジタルだと思っちゃうね。これアナログだったらさ、原稿にポンってさ点打てばいいだけじゃん。なんならサインペンでもできるけどさ、これデジタルのちょっと弊害だよね。デジタルで原稿を作ってる場合は、たかがね、サインペンで1ドット書けば済むやつをさ、いちいち原稿を開いてね、修正してまた書き出ししてっていう、そういう作業をやんなきゃいけないから、最近ね、それでちょっとデジタルは便利だぞとは言ってきたけど、そういう弊害はあるなってね、最近ちょっと思ってますよ。ちょっとおかしいな、貼らないし。はい、普段やんない表情なんで、ちょっとね正解かどうかわからないんだけど、はい、ウィンクしてるホムラ、またでかく描いちゃった。なんか軽めのやつ描きたい、軽めのやつ、全然要望ないんだけど、もう毎回勝手に描く枠勝手に描くの、これ毎回これ描かないと気が済まないんよこれ書かないとなんか気が済まなくてさ。ああ、そういう意味じゃこいつもだな。こいつも書いとかないと気が済まないな。そういえばなんだけど、こう右下のね、この僕のキャラクターいるじゃないですか。ちょっとだけ綺麗になったの気づきました実は今までね、落書きみたいな感じでブワーって書いたやつだったんだけど、ちょっとねちゃんと清書しました。実は少しだけ綺麗になってるんですよ気づいてます？あ、本当粒書いてください。粒って知ってる人いる？粒ってキャラ知ってる人いる？これ知ってる人いたら超レアだよ。一応ね、エデンズにも出てきてるんですけど、エデンズでは粒っていう名前ではなかったですね。こんなキャラ、これね、レイブとかフェアリーテールとかで本当に超低確率でどっかに紛れてんの超レアキャラ。うん、それがね、あのエデンズでは満を持してちゃんとしたキャラクターとしてね、一瞬だけ登場したんですけど、はい、これ知ってる？あ、違う、忘れてた。石はあるんよこれ超レアだよ、こんなの知ってるやついたら。ラグナを書いてください。ラグナ、はい、ちょっと新しいページにしよう。ラグナ書きましょう。ラグナ、ラグナ、前話したな、こいつについてのトリビアで言おうかなと思ったけど、前話したわ。
わあこれ前何話したかとか覚えてない可能性あるぞ、年寄りだから年寄りだからさ、ライブのたびに毎回同じこと言ってる可能性あるわ。おじいちゃんそれもう聞いたよその可能性もちょっとありますけど、まあ、そこはねちょっと年寄りのたわごとだと思って、ああその話聞いたんだけどなって思ってくれればいいんで。ラフなね、いいキャラだよね。僕の漫画にはしては結構珍しいキャラデザかなね。眉毛太くてで唇も太くて男まつげ、まあ、男まつげのキャラは僕のキャラ、漫画のキャラには結構いるんだけどさ。よし、ちょっと髪型も最近の髪型のやつにしよう。すいません、はい、ちょっと待ってね、今ちょっとコメントじっくり読んでた。たまにねこう流れてくるあの外国語も拾いたいんだけど、すいませんね、いかんせんできないもんで、はい、一生懸命ね英語勉強はしてるんですけどね、やっぱ即座には読めないよね。時間かければ読めるんですけど、どうしても読めないときは翻訳使いますし、こうなんかすごい速度で流れてくるやつをちょっと瞬時に読むっていうのはちょっとねまだ僕のスキルでは難しいですね。こいつなんかセクシーだよな読みも知らんけど、はい、書きました。でけ、またでかく書いちゃった。ちょっとちっちゃくしといて、次何書こうかな。はい、何？はい、ちょっと待ってください。コメント見てますよ。はい。うん、バルキリー、シスター、いいね。そうね。そうね。せっかくね、ハーミット書いたんだし、ちょっとハーミットこっち持ってこようかな。並べたいね、どうせだったらね。おっとそうだ、色分けてたんだった。 OK、 ちょっとねここにな、せっかくなら並べたい。 OK、 じゃあ書いていこっか。ちょっとシスター、あ、ちょっと待って、シスターデザイン怪しいかもシスターちょっとデザイン怪しいかもしれんぞ。シスターじゃねえや、ウィッチだ、ウィッチデザイン怪しいな。ちょっとメットかぶってないバージョンでいいかなちょっとメットのデザインかなり怪しい。結構前やからね。キャラですよ、ビッチは。ね、見た目すごいお姉さんなんだけど、なんか従順ってキャラいいよ、いいよなとか思って作ったんだけど、なんで正面にしたかなもういつもの悪い癖、正面でもいけるって思っちゃうんだよな、難しいのに。悪い癖やな。ごめん、下の方だったね、これね。クリスタの下の方で書くの僕の癖なんですよね。あのタブレットがねものすごいでかいもんで、下の方で書くのがちょっと癖になっちゃっててね。そう、配信の方であまり下の方に映しててもしょうがないからな、ちょっと気をつけよう。
また下の方になってる、大丈夫で、シスター、シスター言葉遣いが強いオラオラ系のお姉さんね。こいつな、実はまつげが白って設定のせいでな、本編で書くのすげえめんどくさいキャラの一人なんだけど。うん、まつげ白のキャラめんどくさいよね。一応白にしとこう。はい、ちょっと待って、ちょっとだけ目の位置変えると、はい、こいつらもちょっとだけ色つけようかね。ハーミットも色つけたことだし、こいつらにもちょっとだけつけようか、軽くね。そうだ、全然関係ないんだけどさ、僕今日朝から何にも食ってないんですよ。なんか知らんけど作業してたらさ、作業夢中になっちゃって飯食うの忘れてたんですよね。いや、なのでちょっと配信中にね、腹鳴ったらごめん。配信中に腹鳴ったらめっちゃ恥ずかしいんだけど、鳴る可能性は大いにあるわ。何も食ってないから今日。うん、配信終わったらなんか食うよ、さすがに腹減ってっからね。あれだからでけえな顔。もうこういうバランス考えないからね。ちょっとこいつをちっちゃくしてと、はい、よし、じゃあ軽く塗っていこう、軽くね。ちょっと色つけなきゃ誰かわからん説あるからな。軽く、ちょっとあれだね、本編の色よりちょっと濃い感じのスキンカラーになってしまったんですけど、すいません、そこはちょっと許したってください。うわ、目の色覚えてないな、緑だったかな。とりあえずちょっとね、緑にしときます。すげえ雑、これなら乗らねえ方がマシかな。雑すぎて乗らない方がマシまであるか。こいつは白だからね、ちょっと影っぽいのつけて、それもうそれでよしとする。よし、オッケー、適当。適当です。はい、こんなにすぐ書けるとかすごい。まあパッパって書いてっからね、ちゃんと丁寧に書けば時間かかるよ、それはもちろん。うん、今回はね、もう落書き配信なので、落書き感覚でパッパッパッパーって書いていく感じなんでね、それは早いですよ。かわいい、ありがとう。むしろ食べながら咀嚼音聞こえるじゃん、めちゃくちゃ汚いよきっと。10歩10歩言うと思うよ。何食ってんだって話やけど、めっちゃ汚いと思うよ。めちゃくちゃスパチャ来てて、ありがとう、すいません気づかなかったです。ジギーは先生のキャリアの中で最高のキャラクターです。ジギーを作ってくれてありがとうございます。あざす。これ海外の方かな。 Thank you。 ポリさん、これで何か良いもの食べてください。ありがとうございます、ありがとうございます。なんか食べます。うわ、すいませんね、スパチャちょっと気づかなかったです。絵描いてるとね、ちょっと気づかないですね、すいません。はい、チャゲスさん、以前の配信でマスターゼロ書いていただきありがとうございます。本当に嬉しかったです。これからも応援してます。はい、ありがとうございます。はい、なんかジギーの話出たんで、ジギー書こうか。ジギー書きます。僕のキャリアの中で最高のキャラクター、言い過ぎじゃない？言い過ぎじゃない？そうなの？あ、でも嬉しいです。書きます。
ツイギー書こう、ツイギー、ツイギー書こう。うわ、もうなんか嫌な予感する。でかく書きすぎてる。うわ、ちょっと嫌な予感するぞ。でかく書きすぎてるな。これは完全にミスってますね。ちょっとさすがにこれミスだね。でかすぎ。なんかここにでっかく顔映ったらかっこいいかなと思ったんだけど、ちょっと計算ミス。これぐらいかな。早いねこいつも。こいつも書くの早いな。原稿だとね、こいつ書くのめっちゃ時間かかるんだけどね、落書きだとめっちゃ早い。サクサク書ける。なんでなんだろう。まあ、やっぱ落書き、そうだね、落書きだとやっぱ何でもサクサク書けるね。こいつでもね、なんだろうな、原稿だとやっぱ結構精密に書かなきゃいけないんですよね、機械なんで。そういうところがちょっとめんどくさいなっていうのはありますね。ほい、どうでしょうか、ジギー。ちょっとだけ影つけよう。こうやってかね、なんか灰色で若干影つけるだけで結構かっこよくなるんじゃない？うん。で、さらにこう目がちょっと光ってるみたいな感じにしようかな。キュピーンってね。ちょっとこうレンズフレアの感じを出してね。キュピーン。かっこいいんじゃない？こいつっていうかあれだね、敵キャラとかってやっぱこの筆ペン合うね、めちゃくちゃね。筆ペンの感じがすごい合う。かっこいい。ありがとうございます。カットイン。何カットインって。カグラお願いします。カグラ、はいはいはい、カグラ、カグラね、カグラ、オッケー。カグラっていうのはフェアリーテールのキャラクターですね。結構マイナーキャラなのかな。カグラって言われてピンとくる人いるかな、ね、カグラ。あ、覚えてっかな。なんかこいつも目に特徴あった気がするんだよな。あ、思い出した。下まつげここだ。違ってたらごめん。多分なんか下まつげが長かった気がする。違かったかな。調べようか。いつものやつやろうか。自分の漫画を検索やろうか。ちょいお待ちを。自分の漫画を調べるとはね、検索するとはね。うーん、でもしょうがないよこれは。間違ったら恥ずかしいし。ちょっと今検索中です。下まつげ、あ、でもアニメだとわからんな。あ、でもアニメでも下まつげあるね。どれどれ。オッケーオッケー。正解だった。とっとっとっと。ちょっとね、下まつげがピョーンってなってるんですよ。で、これなんていうのか、姫カットっていうのかな、こういうやつね。でもこいつあれだね、髪の毛のてっぺんのリボンみたいなやつがちょっと特徴的なんで、もうちょいちっちゃい方がいいかな。頭のてっぺんまで映さないとね、若干分かりづらいですね。ちょっとちっちゃくします。間違えた。すいません、間違えました。あ、この筆ペンツールもあれです、ショートカットに登録しました。いつでも切り替えられるように。このちょっと筆ペンめっちゃ気に入ったんで、ガンガン使っていこうかな。はい、うわー、でもこいつ描いたの久しぶりかも。めちゃくちゃ懐かしいな、なんか。はい、いや、うん、合ってるよな。はい、タグラです。はい、隣にミリアーナを
メリーラーナ覚えてっかな、メリーラーナ、これはちょっと怪しいぞまた。メリーラーナ覚えてるかな。元気最強の人だよね。あ、ちょっとここトリビアしていいですか。トリビア、これ実はですね、ミリアナの声優さんとですね、シスターの声優さん同じ方なんですよ確か。しなかったかな。多分そうだと思うんだけど、誰か分かる人いる。多分僕よりね詳しい人いるんだよね。藤井幸雄さんですよね。そうだった気がします。そうそう、よかったよかった、合ってますね、よかった。ちょっとガチ勢の方に聞きました。そうそう、藤井幸雄さん、なんか聞いた話じゃまだミリアナの頃は新人というかだったらしいんですよね。そんなにまだお仕事いっぱいされてなくてって感じの人だったらしいんだけど、今じゃねもう人気声優ですからね。びっくりですよ、ね、え、あれこんなんだったっけ、なんか違うような気もするな、これリサーナかこれ。やべ、こうだった。こうでした。はい、藤井幸雄さんといえばですね、僕は実はねミリアナとシスターよりですねゲームオブスローンズのミッサンデーというキャラなんですけどね。ミッサンデーってキャラがゲームオブスローンズにてですね、はい、ミッサンデー書けるかな、いやさすがに書けんか、ちょっと調子こいたわ。やめとくわ。ミッサンデーってキャラがいて、その日本語吹き替えを藤井さんがやってるんですけど、もうその演技がね素晴らしくて、僕なんかどちらかというとそのイメージですね。うん、ちょっと新しい紙にしようか。ちょっとここ余ってるところが邪魔だな。ちょっとグリフガチ勢が騒がねえように書いとくか先に。何書こうかな次。うわーうわーなんじゃこりゃ、うわーうわーうわー助けてくれー、うわー。よくわからんもの書いちゃった。さて次何書こう。バルキリー忘れてます。すいません。失礼しました。バルキリーちょっと待って、スペースがこれちょっともう全部統合しよう、めんどくせえから。全部統合してバルキリーさすがに書かないといかんか。ほいほいほい、ちょっと待って、ちょっとこの子たちを少しだけちっちゃくします。よいしょ、はい、書きましょう。バルキリーでもちょっとデザイン怪しいんだよな、書き慣れてないんですよ。まあ当然といえば当然なんですけど、ちょっとあまりねやっぱりあの出場登場回数が少ないんで、実は全然書き慣れてなくてですね、かなりデザイン怪しいところなんですよね。ちょっとこの辺のデザインはちょっと人ですわ、かなり怪しいんで。でまあこんな感じでしょう。ね、こんな感じでしょう。で、ちょっと色もつけます。あ、違う。バルキリーはね、ちょっと褐色な感じなんですよね。これちょっと濃すぎるかな。もうちょい薄いか。これぐらい。あ、違う。ここ白だった。こんなんだったかな。で、髪の毛の色は、これは確か夏と一緒です。はい、よかった、指向性揃った。それにグリフが驚いてんのか。ようわからんけど、
これにグリフが驚いてるってことにしよう。もうちょっとついでだからここにハッピーも驚いてるふうにしよう。わっわっキャー、なんじゃこりゃ、大変大変だ、大変だよ大変だよ夏なんかよくわからんな。はい、こんな感じで。あ、スパチャありがとうございます。8月1日レビーの日、10月2日ガジルの日、12月5日はガジレビの日。レビーちゃんとガジルは配信しますか。これ全部はやらんよていうか配信わからん、やるかわからないですけど、これでも海外の方よね、聞こえてるかわからないけど、まあなんかイラストあげたりはします。配信はねちょっとまだわからないですけども、ありがとうございます。はい、新しいページ5。あ、っていうかもう気づいたら1時間くらい書いてんのどうしよう、なんか今回がっつりとした絵1枚描きたいなと思ってたんだけど、この中から決めようかね、この中から決めたいな。あー、どうしようかな。そうだそうだ、アイコン書きますもん、やらなきゃなやらなきゃなっていうかね、ちょっとね今回はですねアイコン企画、先週ねやれなかったんでやろうかなと思っておりまして、はい、じゃあちょっとやりましょう。ここで一回ですね、ちょっとお待ちください。こちら、あ、そうそう、あのね今回はですね申し訳ないんだけど時間ないと思ったんでちょっと書いちゃったところもあるんですよ先にね書いてしまったところもあってですね、はい、ただねちょっと写真を資料に使っていいよって言われてた方なので、写真これから出てくるんですけど、皆さん写真に対するねその誹謗中傷みたいなコメントは絶対にやめてください。それだけはお願いします。一般の方なんでね、そこだけはちょっと注意してください。はい、今回当選したのはこちらの方、漫画と NBA 大好きなガイモンさん、ガイモンさんですもうめちゃいい笑顔ですけど、はい、でね申し訳ないですけど今回も書いてあります、下書き、そしてペン入れ、こっちかペン入れ、これね書いていく過程を見たかったって人本当申し訳ないんだけど、多分時間かかるだろうなと思ってですね書いておきました。はい、そしてカラー完成ですね、いい笑顔なんで、もうすごいめちゃくちゃ漫画にしやすいと思っちゃったんすよ。似てるって似てるよね、っていうかもうご本人がねすごいいい顔をしてらっしゃるんでね、もう漫画にしやすいと思ってね今回書かせていただきました。しかも先にちょっと書き終わってるっていうね、はい、申し訳ない。本当はね書くとこ見せた方がいいのかなと思ったんだけど、ちょっと時間かかってもどうかなと思ったんでね、今回はちょっとね完成しているものということでそのまんまだはい、ガイモンさんおめでとうございます。これ後ほどお送りしますんで、はい、それと今回、もう一つ、はい、こちらもね今回写真特集ということでね、写真の似顔絵特集ということで、こちらのお方、はい、飛龍さんという方です。この方も写真載せて OK、 さっきの方もそうなんですけど、この方も写真載せて OK ということなので載せさせていただいております。はい、こんにちは、いつも真島先生の作品拝見しています。小学校の時に初めてフェアリーテイルを読んでからずっと一番大好きな作品です。自分でイラスト描く時もいつも夏やガジルなどを描いたりしています。アイコンなんですが、7月に結婚記念日があり、その時に奥さんにプレゼントみたいな形であげれたらなと思い応募させていただきました。あと結婚式もやる予定なので、その時にも迎えられたら嬉しいなと。もう7月終わりそうなんですけど申し訳ない、間に合うかな7月もうすぐ終わりそうなんですけど、載せた写真を先生のイラストに描いてもらえたら嬉しいです。これからも応援してますと、ありがとうございます。これね、あの奥さんにプレゼントってことで写真載せて OK とは言ったんですけども、もしかしたらねあの奥さんの方には許可取ってない可能性があったので、一応念のため奥さんの方は隠させていただきました。間に合うといいなね、結婚記念日7月にもう過ぎちゃったかもしれんけど書きましたんで、はい、こちら下書きです。下書きから、はい、そしてペン入れ、はい、そして色塗りまで終わらせております。
今回こんな感じでございます先に終わらしちゃったんだけどさ、どうかな、みんなおめでとうって言ってるよ。コメントが見てくれてれば嬉しいんですけどね。ね、ちょっと奥さんの顔は隠してますけど、こんな感じの雰囲気の、このね、僕の書いた感じの雰囲気の女性です。はい、こちらの方おめでとうございます。後ほどね、これもお送りしようと思うので、いやー間に合えばいいね、結婚記念日。うん、間に合わなかったらごめんはい、というわけです。今度はね、また一から書くとかね、下書きだけ済ましとくとか、いろいろまあ方法考えてはいるんですけど、どんな感じがいいかな、やっぱ出来上がっていくとこ見たいのかなっていう気持ちもあるしね、完全なオリキャラなんで見てる人結構退屈かなとか思ったりもしてね。そうそう、ちょっとね考え中、いろいろ。あとね、写真とか参考資料の一緒にね送ってくれる人なんですけど、使っていいかどうかの明記だけ必ずしてください。はい、あとね、そうだ、何回も送っていいんですかって質問もあったんだけど、結構来てるんだけど、いや別に構わないです、何回送っても。はい、結構ね、古い DM の古いやつってどんどん流れていっちゃうんで、なんか忘れられてるか不安って人はもう一回送ってもらえると、何回でも送ってもらえるといいと思います。まあ毎日はちょっとやめてほしいけど週1ぐらいでも送ってもらえるとね、いいんじゃないかなと。まあ、ちょっと当選するかどうかはわからないですけども、送ってもらえるといいなとは思います。はい、じゃあまた落書きやっていこうかな。落書きっていうか、そうだ、ビシッとしたの1枚書こうって話してたんだよなまあいっか、別にもう落書きだけでね、えだいぶもうまあ落書きだけ書いて満足しちゃってる感はあるんだけど、なんか書きたいな、せっかくだから。レベッカ書こう。レベッカ書いてないわ、レベッカ書いてない。またあと、またね、後でちょっと落書きもするんですけど、レベッカちょっと書いていこうかなと思います。ちょっとデカめでいいか。でも レベッカはな、結構落書きとかも含めて結構だいぶ書いてる感はあるんだけどなだいぶ書いてる、書き飽きてる感まであるんだけど、でかすぎかな。ちょっとね、少しきちんと書こうかなと思ってね。落書き配信とはいえ、なんかしょうもない落書きだけだとね、せっかくプロの技が見れると思ってきたのにって人とかつまんないかなと思ってね。ちょっと真面目でもないですけど、ちょい真面目ぐらい書こうかな。ちょい真面目ってなんだ、わからんけど。ちょっと待ってね、後でまた落書きもやるんで。そうだ、この間そういえばレベッカの RTA 動画を上げたんですよ。 RTA 動画っていうねあれ完全にパロディなんですけど、意外と僕のファンってその元ネタ分かってない人結構多くてですねまあしょうがないんですけど、ジャンルが全く違うんでね。元ネタはね、 RTA in Japan っていうね、ゲームのリアルタイムアタックなんですよ。その番組というかチャンネルが僕すごい好きで、昔から結構見てるんですけど、それのパロディだったわけですよ。もしね、元ネタ知ってる人いればですね、僕のやってるネタがちょっとわかると思うんですけども、元ネタあったんですね。そうなんですよね、結構。先生ご飯食べましたか？まだ食べてないです。でもお腹まだ鳴ってないから大丈夫です元ネタわかりますよ、わらわら元 RTA のパロディ良かったです。ゼルダとか見てます。そうそう、ゼルダとかね、めっちゃ早いんよね、あれやってる人たちすごいんですよ。なんか僕らとは違ったゲームの遊び方しててさ、すげえなーと思って毎回見てる。なんか自分のさ、やったことあるゲームもやったことないゲームも全部面白い。みんななんかテクニックがすごすぎてね。あ、これルーシーの服描いてたぼーっとしてたらルーシーの服描いてた。
よくあるよくある。あ、どうしようかな、ポーズ。いつも迷うんだよね、ポーズね。レベッカって結構ポーズが決まってきちゃってるんだよな。まあいいか、いつもの感じで。はい。ちょっと胸元見せたいね。に流します。よし。ペン入れてこ。ペン入れしよう。あんまり時間かけるわけにもいかないからな。ちょっとバババッと入れてきます。ごめん、また回してる。すまん、もう癖なんだ。あ、でもね、今度なんだっけ、今度出す動画で絵を早く描くコツみたいな動画出そうと思ってて、そのね、コツの中でも言ってるんですけど、画面回した方が圧倒的に早いんですよ。うん、それはね、なんだろう、自分が絵描くの遅いよとか言って悩んでる人はね、ちょっと試してみてほしいんですけど、画面を回転させた方が圧倒的に早いです。回転させずに描くより、まあ、得意なねストロークがあるんですよね。誰にも、これ多分人によって違うんだけど、この角度のこの線が描くのは得意とか、この角度のこの線描くのが苦手とかあるんですよ。なので自分のなんか得意な角度に常に持っていけば、まあ、ものすごく早く描けるという、そういう仕組みですね。そうね、僕だったらね、実はこの角度超苦手なんですよ。今描いてたけど、この角度結構苦手で、こっちの線が得意なんですよね。下から上の線が、なぜかみんな上から下の方が得意って人多いんだけどね、僕逆なんですよ。下から上の方が得意なんですよ。下から上ってさ、横にするとこういう感じなのね。左から右と同じでさ、こっち超苦手、右から左が。だから縦もそれに近いんですよね。なんか右から左に書いてるような感じがして、ちょっと苦手なんですよ。また下の方で書いてた。まあね、そんな感じの動画を来週あたりには出したいなと思ってるんで、ちょっと楽しみにしててください。まあ、ちょっとね、講座ばっかしの講座系の動画が増えてきて、純粋にね、そのフェアリーとかエデンズとかね、僕の作品ファンの人が楽しめてるかどうかは怪しいんだけど、そういう人たちに向けた動画も作っていこうとは思うんで、ちょいちょいお待ちください。なんかね、企画があればやりたいなと思ってますんで。わ、ちょっとあまり画面もでかくしすぎるのもね、書きづらいんだけど、まあこれはしょうがない、配信なのでちょっと大きめにして書いてます。本来もっとちっちゃくして書いてるんだよね。なんか過去の配信とかさ、ちょっと見たらさ、ちょっと無意識ですげえちっちゃくして書いてる時とかあって、ごめんね、見づらくてって思ったんですけど。うん、この角度苦手ですね。この角度苦手ですね。あー、すんげーゴリゴリ回しちゃってるな。うーん、すまん。まあちょっと諦めてくれ、もう癖なんで。そうしないとさ、ちょっとスムーズに配信が進まないからさ。朝までやる羽目になる。
べ、またちょっと無言になってた。よくないね。たまになんか集中すると無言になってしまうんですけども、配信なんでね、なんか喋んなきゃって思ってんだけどさ、そんなに次から次へと言葉が出てこないんですよ。いかんせんその辺は素人なもんで、これでも一生懸命ね、喋ってはいるんですけど、なんかそう、最近ね、うちのスタッフにね、なんか真島さんおとなしくなりましたって言われて、え、そんなことないよって思ったんだけど、なんか配信始めたらおとなしくなるってみんな言うけど、なんか真島さんもおとなしくなりましたよねってなんか最近スタッフに言われました。そうなんかな、配信すると普段おとなしくなるのかな、配信で喋るからってことなんですかね。そんなつもりは全くなかったんですけど、スタッフに言われましたよ。さっきね、部屋の掃除したって言ったけどね、実はめちゃくちゃスタッフに手伝ってもらいました。ありがとうね、見てるかわからんけど。でこんな感じかな、あ、全然顔描いてなかった。こんな感じかなじゃねえよ、全然終わってねえじゃん。すいません、ちょっとお待ちください。また下の方で描いてる。 すいません、いつもの癖が、下の方で描く癖が出てしまった。この間のなんかレベッカの RTA に比べて時間かかってるっぽいけど、まあちょっとキャラの大きさもあるね。キャラの大きさと、まあちょっと自由に回転使ってないってところもあるんですけど、まあ、今回 RTA じゃないからね、ちょっとだけ丁寧に。あ、ちなみにね、この間の RTA 動画って、原作の扉ページに使う予定なんですけど、さすがにちょっとあのままでは使えないんで、少しは修正というか調整入ります。あのままはね、ちょっと出すのは良くないなって思ってはいるんで、ちょっとは調整しますね。ほぼほぼ完成です。ちょっとな、どうしようかな、色塗ってたら時間かかりそうだから、色はもう軽くにしよう、軽く色つける感じにします。ちょっとがっつりやるとね、時間なくなってしまうんで。はい、ペン入れ完成です。先生、トーンで仕上げるのも見たいです。あ、トーン仕上げいいかもな。じゃあこれトーン仕上げにしようかな。カラーじゃなくて、あ、でもこれあれだ、ダメだ、これはカラー原稿だから難しいか。まあ、とりあえず色塗っていこう、サクッとね、時間かけずにサクッと。もう便利だな、このバケツツールってやつは。な、バケツツールじゃねえか、バケツツールは違うアプリの呼び方か。これ何ツールって言うんだろう、これ実際には。塗りつぶしツールだね、塗りつぶしツール便利だね。一瞬で終わるもんね、塗りがね、めちゃくちゃ便利。ちょっとね、今回時間ないんでね、あれです、全部1枚のレイヤーで影つけちゃいます。そっちの方が絶対早いんで。1枚レイヤー1枚で影つけても、まあそれなりには見えると思うよ。うん、それなりには見えるはずですよ。あれ、なんでこんなことになってんだ。
ミスってた。よし、塗りのかけね、ちょっと直して、かけてる部分もちょっとだけ直して、まあそれでも早く終わるでしょう。サクッと、うん、こんな感じかな。よし、これでもうこれレイヤー1枚で影つけちゃいますよ。サクッと、サクッと影つけちゃいます。あんまり時間もかけずにですね、サクサクッと。うまくいくかな普段あまりやらない塗り方だからな。下手したらすげえ滑る可能性もあるけど、なんとかかんとかなってるかな、なんとかなっていそうな気はする。今度はね、ざっくり塗っていいんですよ。まずはざっくり塗って、そこからなんかね微調整していけばいいんで、最初からねあんまり綺麗に塗りすぎるとやっぱ時間かかっちゃうからね。なんか色塗り早くしたいって人は本当に最初はざっくりでいいと思いますよ。しかもこれ1枚のレイヤーでやっちゃったらめっちゃ早いからね。これはもうちょっと究極の時短テクニックだよな、ここまで来るとね。でもそういうなんか絵描きさんも多分いると思うけどね、1枚のレイヤーで影全部つけちゃうみたいな人、まあ、その後に多分立体感出したりとか、もっと濃い影を入れたりとかね、そういうことをやってる人はいると思うんですけど、一旦こういうなんだろう、全部の影をつけちゃう的な人いると思うんで、まあこんなんでいいんじゃないですか。これをね、あとはちょっとずつ修正していくと、修正というかまあちょっとだけ濃淡出そうかな。やべ、またちょっとこうお胸にお胸に差し掛かると時間かかりそうな気がする。ちょっとあんまり こだわらないようにしねえ。あんまりこだわらないようにしないと結局これでも時間かかって本末転倒なんでね。めっちゃ救急車の音聞こえるけど聞こえてるこれはなんか広範囲の音拾いすぎなんよな、このマイク。なんかちゃんとね防音というか、その外の音をシャットダウンするところでやった方がいいなとは思うんだけどさ、めんどくせえから別にいっかつってね聞こえてます、聞こえてないですよ。でも聞こえてる人いるもんね、やっぱ聞こえてんだね。このマイク外の音拾いすぎじゃね本当これもう余裕でなんかあれだよな、住所特定されそうだよな
そのうちね、いつか重大なこう身バレにつながる何かがあってさ余裕で住所特定されそうだけど、よし、じゃあそしたら次にちょっとだけ濃い影作ろうか。ちょっとだけね。やる作業なんで、こういうのってちょっと落としどころを見つけて、はい、そしてちょっとだけテカリ入れよう。これもね、無限にやる作業気づいたら無限にやってる作業なんでね、ちょっともうここまでって決めた方が、決めないと多分延々とやってるんで。ビビッドな感じになったな。いいか。しまった。クリッピングするの忘れてた。なんかおかしいって思ってたら、クリッピングするの忘れてたわ。そりゃこうなるわな。ちょっと面倒だからもう全部通しちゃう。これで OK。 間違えた。焦ると良くない。焦るとこういうミスか。よし、こんなもんか。ちょっとな、線の色が良くない気がするな。ちょっと明るくしちゃおうか。黒が主張すぎてる気がするね、ビビッドな感じに対して。うん、こんな方がいいんじゃない。なんか雰囲気出て。そしてちょっとだけ影を潰して、それが終わったらもうこれグラデーションマップかけようかな。完成です。よし、完成。よし、完成しましたと。すげえ、可愛すぎる。ありがとう。可愛い。ありがとう。めちゃくちゃ可愛いです。可愛すぎる。ありがとうね。え、なになに、早くレベッカもケツプリダンに入れてください。なんでだよ。なんで入れなきゃいけないんだよ。色好き、かわいい、ありがとう。グラデーマップ使ってみたいね。グラデーションマップすごいよね。簡単にサクッとね、色が塗れるってすごいよね。色が塗れるというか色の調整ができるのがすごいよね。しまった。白目の中塗るの忘れてた。まあいっか、たまにはこういう絵で。はい、じゃあちょっとね、もう最後の方なんでね、軽く落書きもしていこうかね。さて、何がいいかな。何を描こう。カトレア描いてください。カトレア、カトレアって、カトレア、レイブの手段を、レイブの手段なら描けると思う。カトレア、
あ、でもなんかカトリアとフラグあったキャラだっけ、そういや。レイブの手段、毎回忘れんだよな、目の傷どっちだったか。レイブの手段噛んで書くか噛んで書くとなんか痛い目にありそうだけど、噛んで書いたら痛い目にありそうだな。調べよう。ちょっと待って、またいつものやつ やるわ。レイブちょっと検索します。レイブの手段、これ前も調べたっけ、もしかして。ほんとね、傷の位置がね分からんのよ。あ、こっちね。はい、傷の位置とか忘れんだよね、書いてないと。ゴーゴー眉毛なら覚えてんだけどさ、こうね。でこっちの目がこうなってると。覚えてる？このキャラ知らない人もいるよね、レイブだったらね、ワンちゃんね。シュダというキャラです。はい、懐かしいって人もいるだろうな、知らんって人もいるだろうけどね。でカトレアはね、ちょっと完全に覚えてないな。カトレアはカトレアってのは夏の姉ちゃんなんすよ。夏じゃねえや、春という主人公のお姉ちゃんで、まあ、主人公が冒険に出た帰りを待つみたいな立ち位置のキャラですね。カトレア特に特徴ないんだよね、これといって。しかもあれだ、後ろで一つ結びにせんのが特徴だったのにそこ書けなかったわまあしゃあない。さあ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 、ジークハルトお願いします。はい、タンチモお願いします。タンチモ、ちょっと待って、最近俺タンチモ書いたんだよな、オープニングで使おうと思ってまたちょっと作り忘れた。タンチモ書いたんよ、こいつタンチモの擬人化を最近書いたんですよ。ちょっと可愛い感じになっちゃったんだけどタンチモです。こいつ知ってる？タンチモって元はどんなキャラか、こんなん。元はね、こんなんです顔がものすごい速度でブーって動いてんだよ。めちゃくちゃすげえ速度でブワーって動いてる、こういうやついるのよ。こいつを擬人化したらこうなりましたかわいい、ね、かわいい男の子みたいになっちゃったよね。首振ってるやつ、そうそうそう、ワイズ、髪上げてるワイズ、髪上げてるワイズね。はい、ちょっとこいつらちっちゃくして、髪上げてるワイズ、初期の頃のワイズだよね。そうなんだよな、こいつなんかちょっと髪を下ろすようになってから、なんだろうな、なんかいつものマシマキャラの造形って感じになったなっちゃった感じはあるんだよな。髪上げてるときはちょっと珍しい感じだったのに。これでも一応ね、理由があるんですよ、こいつ。あの将来ですね、自分の将来が髪の毛薄くなってるのを見てですねうん、ちょっと上げてちゃいかんのかなと思って下げたっていう一応設定があるんですよ。まあ、上げてるワイズもかっこいい気がするけどね、うん、こっちの方がなんかワイズって感じするもんな、やっぱりな。こいつのね、特徴は眉毛がこうカクッとここでなってるところです。
よし、こんな感じ。あ、ちょっと目の位置おかしいんで変えるわ。ちょっとこっちの目おかしい。こんなもんかな。ほい、よし。さてさて、いつも通りね、1時間半ぐらいがっつり変えたんで、今回はこの辺にしとこうかな。ね、ちょっとね、お知らせもありますんで。はい、まずはですね、お知らせがあるんですよ。あ、どこ行ったっけな、ちょっと待って。あ、こちら。はい、これね、今週のマガジンに載ってるんですけど、マシマヒロのファンミーティングアットライブカフェミクサということでね、これ10月8日土曜日開催決定ということで、ちょっとね、最近また感染者数都内で増えてきてですね、どうなのかなとは思うんですけども、まあ10月には落ち着いていると信じてですね、開催したいなと、オフラインイベントやりたいなと思っております。あのね、去年も本当はオフラインでやる予定だったんですけど、やっぱりね、そのご時世あれなので急遽オンラインになってしまったという経緯がありました。で、今年こそはね、オフラインでぜひやりたいとは思ってるんですけど、そこはまあちょっとね、これからどうなるかはわからないんですけど、今のところは開催したいなと思っております。こちら計104名様を抽選でご招待。昼の部とね、夜の部があります。それぞれ52名ずつ。なんでこんな中途半端かっていうとね、今回団体応募 OK なんですよ。ここに書いてあるんですけど、団体応募、2名から4名様の団体応募も可能なので、もし友達と行きたいという方はね、ぜひ友達と一緒に応募してみてください。で、あとね、いろいろ書いてあるんですけど、これ今週のマガジンに全部載ってるんで、はい、気になった方は今週のマガジンチェックしてください。あとね、イベントマガジンのホームページにも載ってるのかな。うん、応募方法はエデンズゼロの22巻を購入してくれた方の中から抽選となっております。なのでぜひ、22巻、8月17日発売なので、ぜひよろしくお願いします。いやー、今回ね、サイン会だけじゃなくてね、この豪華スペシャルコラボメニューって書いてあるんですけどね、豪華かどうか分かんないけど、この日にしか食べられないメニューがなんか出るらしいので、うん、なんか普通のサイン会と違ってさ、なんか待ってる間普通になんか並んでるだけじゃないんですよ。席が、テーブルがあって、まあみんなでね、ちょっと軽食でもしながらサインの時間待とうよっていう、そういう感じなんで、ぜひこちらね、興味がある方は応募してください。あ、ん？ファンミーティングの配信ありますか？今回はね、配信はないです。はい、なのでぜひ当日遊びに来てください。そしてもう一個告知があります。これちょっとね、画像用意してないんで、ちょっと今から探しますまあいいや、画像別にいいか。あれです、あれですって言ってもあれですって言ってもあれなんですけど、来週の7月26日です、火曜日ですね。これね、なんと夏ルーの日ということで、特別に夏ルー配信やりたいなと思っております作者がカップリング名、名前にすんな、言うなってね、たまに怒られるんだけど、いや別にいいじゃん、好きなんだし7月26日夏ルー配信やりますんで、夏とルーシー、夏とルーシーだ、ん、そうだな、夏とルーシー配信やりますんで、その日はね、ちょっとがっつりと夏ルー絵というものをね、描きたいなと思ってるんですけども、もう実はね、火曜日なんですぐなんですよ、もうすぐなんですけど、ちょっと今からでも皆さんからね、夏ルー絵があったら募集したいなと思ってるんで、この間のあの夏の日みたいな感じで、まあ過去に描いたやつとかでもいいんですけど、もしあれば夏ルーの絵が僕のね、ツイッターの DM まで送ってくれると、また発表したいなと思ってますんで、はい、あまりね、過激なやつはやめてください。過激なやつは発表できません。送っちゃっていいんですか？送ってください送ってください。ちょっとね、日が、今日で、今日じゃないか、日月2日しかないけど
2日しかないんだけど2日しかないんですけど、もしあの夏ルー絵があれば送っていただけると、それを配信内でね発表したいなと思うんで、もうちょっと早くから告知しとけばよかったね。失敗したわ。こういうとこがちょっとな、配信不慣れなところだよな。分かってねえんだよ全然全然分かってねえんですわ。夏ルー配信ってことでね、まあちょっと一部界隈の人たちに向けた配信ではあるんですけど、あんまりそのね一般的なファンの方が喜べる配信かどうかはちょっと分からないんですけど、それでもまあそういうねファンの方たちにも向けてやっていきたいなと思ってるんで、いろんなねファンの方いると思うんでね、バトルが好きな人とかね、カップリングが好きな人とか、いろんなファンの人たちいるんで、いろんなファン層に向けてやっていきたいなとは思ってるんで、来週の7月26日夏ルーの日です。ぜひイラスト応募してください。2日しかないですけど、はい、なんかこう話終わる間に書き終わるかなと思ったら全然書き終わんなかったですやっぱり来週はちゃんと絵用意しとかなきゃダメだな。ちゃんと下書きぐらいは用意しといて、そっからねちゃんとな色塗ってちゃんとした1枚の絵にするっていうところまでは見せたいなと思ってるんですけど、いやどうしてもやっぱ喋りながらだとね雑になるわ、集中できないわで、ひどい絵になるんですけど、ちょっとひどい絵になってますね今本当にねもう告知してる間にね書き終わる予定だったんだけどね思ったより全然ダメでしたね。告知してる間に書き終わるとかそういうゲートは無理でした。ちょっと待って、でももうすぐ書き終わるんで、せっかくここまで書いたんでちょっとこれ完成させないと終われない、終われません。ナスとルーシーね、まあ、人気のカップリングなんですけど、未だにねもう完結してだいぶ経つんだけどさ、まあ、一応まだね100年クエストとかやってるんだけど、だいぶね完結して経つ作品なんだ。なんか夏の顔ちっちゃいなやっぱ適当に描くのは良くないね。あ、そう、それで思い出した、この間ねそうなんですよ、スペースやってる時になんかナッツルーのイラスト描いてるっていうなんかエチャがあったルームがあったんですけど、そこねちょっとねお邪魔しちゃったせいでね嵐が出たらしくてまたこういうこと言うとそれまた来るかもしれないけど、ほんとやめてください、申し訳ないです。あの主催者の方、嵐が来たのはもう間違いなく僕が面白がって言ったせいです。すいません、本当に迷惑をおかけしました。本当にね、嵐だけはやめてください。そうそう、この間のスペースでちょっと話したんですけど、なんか絵ちゃ楽しいなって話になって、僕のね、友人の漫画家さんと絵ちゃやりたいなと思ってるんで、いつかね、それも配信できたらいいなと思ってますんで。その辺も楽しみにしててください。よし、まあこんな感じで来週ね夏ルー配信やりますんで、ぜひ見に来てください。はい、というわけで今回もありがとうございました。いやー落書きいっぱいしましたね。どこ行った、これは違うわ、これね、これと、はい、こちらとこちら、この1枚いいね、そしてこちらね、それとアイコン当選した方ね、どこ行ったっけアイコン当選した方のやつ、こちらね、キリュウさんおめでとうございます。それとガイモンさんおめでとうございます。これね後ほどお送りしますんでよろしくお願いします。
というわけで、あ、そうだ、忘れてた。エデンズの200話目、本当に皆さんありがとうございます。皆さんのおかげで200話達成できました。今後もね、また300話目指して頑張っていこうと思いますんで、応援よろしくお願いします。ね、というわけで、今回はこの辺にしたいと思います。はい、皆さん、お疲れ様、ありがとうね。じゃあね、みんな、バイバイ、お疲れ様でした。さよなら。